はいどうも一般人でーす。今回はね、デンさんが作曲っていうかね、音をね作ってるところをね、ちょっとね見てみたいと思います。どんな感じでね音を作ってるんでしょうか。じゃあ見てみましょう。上のやつでなんかずらすとね音が変わるみたいですね。高くなったり、ね、低くなったりしてますね。なんか音の感じもね変わってくるみたいですね。こういう感じで作ってるんですね。ちょっと伸ばすこともできるんですね。これすごいですね。曲がね、ちょっと曲調が変わってきますね、いろいろ。上をいじくると。なんかいろいろあるんだね、こういう感じで。ダイヤルがね、いろいろついてます。イージーアタックとか書いてありますね。これってなんですか？こういう感じ。あ、なるほど。あ、ハウリングみたいな感じになってますね。あ、それで変えるんですね、そういう。なるほど。あ、なるほど。いろいろね、作れるみたいです。あ、あっちのダイヤル回すとまたね、なんか、結構変わるみたいですね。なんかボタンを押したりするとまた全然なんか違う音がね出てきました。これは何なんですかね、シフトってボタンが。なんか意味があるんだと思います。こういう感じでやってんだね。じゃあね、ちょっとね、ダメ元でね、で、そのシンセサイザーをね、ちょっと弾かしてもらっても大丈夫ですか？まずいですか、それは。OK ってことですね。じゃあ、ちょっとね、弾かしてもらいます。これ、壊さないようにね、注意が必要ですね。ちょっとね、これ、こうなると、なんつって、ちょっと待ってて。じゃあね、ちょっとね、まず普通にね、弾いてみましょう。こういう感じなんですね。ここをいじくるとなんかすごい変な感じになりますね。なるほど。一個ずつね、どういう風に変化するかちょっとね、やってみましょうか。まず普通に弾いた場合。ちょっとね、これをね、回してみますか、今度、真ん中ぐらいに。こういう感じに変わりますね。押しっぱなしでもね、音が出てんだね、これ。今度真ん中のこれいってみますか。こっちのやつ2番目。しかもこっちの数字がねすごい動いてます。これダイヤルのなんかあれだな。今度こっちもいってみますか。こういう変化がするんだね。なるほど。あ、こっち、これ立ち上がりが遅くなります。立ち上がりですね。ボーンって感じになるみたいですね。あ、そういう感じなんですね。一定、今度短くなりましたね。これなんか、踏切の音に似てる。こういうので踏切の音とか作ってんのかもしれないね。これは何ですかね。何これ。押してないのに音が出てる。え、これ何？登録ですか？押してないですよ、何でも。これは何なんですか、これ。テンポ。はい、テンポ。テンポ。テンポが速くなる。自分が弾いたやつのテンポが速くなるってことですか？これ速くなってるでしょ？なってますね。すごいです。すごいですね。一定のテンポでね、鳴らすことがね、できるみたいです。
なるほど。じゃあこう、これをやっちゃう。これはね、同重すると、はい、おお、すごい。あ、これでできるの。音を変化させたり、いろいろできますね。あ、結構なんか、あ、結構ね、弾く技量はなくても結構楽しめますね、これ。あ、そういう感じなんですね。このダイヤルは何なんですか。これは、あの、元音のやつだから、これ変えちゃうともう音が消えちゃう。はい、あ、まあ、設定で。ああ。僕は全然違うと。ああ、前に取っといた音ですか。作ってた、ネタ用に作ってたやつで。ああ、作った。これなんか考え中みたいな。ああ、考えてるやつですね。なるほど。取っておけるってことですか。そうね。あの、保存してます。ああ、なるほど。まあ、曲をね、保存することもね。曲は保存できません。音を保存してます。音なんですね。曲じゃなくて。曲は保存できません。あ、なるほど。そういうことなんですね。こう、じゃあ、単調なやつってことですね。で、ちなみに和音が4つまで、同時に音が出せます。あ、なるほど。なので、こんな分厚い音もできます。で、あと、こんなとんでもない。これ何なんですか。これは8つのアルペジエーターって言って、あの、はい、8個なんか音が登録、はい、登録というか、ああ、ちょっと音じゃあれやな、これもそうだね、これ8つだから8つまでドレミファソラシドで押すと、はい、おお、これ8つまで、ああ、覚えるってことですか。覚えるっていうか、だ、これはあの4つとかにも設定もできるけど、あ、そしたらドレミファドレミファドレミファみたいな繰り返すんですね。まあ、今やんないけどね。なるほど、そういう感じでね、うん、結構いろいろ楽しめるね、うん、まだね、俺の動画でやってないことをねやらせるっていうね。いや、これね、パンピーチャンネルで特別にね、後でね、はい、大丈夫、こういう感じでね、デンさんは曲をね作ってるらしいです。音です。あ、曲じゃなくて音だったね。曲はね、今練習中みたいなんで、後でね、ピコピコチャンネルで、あの、確認してください。多分、いろいろね、やってると思うんで。頻度は1週間に1回ぐらいですかね。予定は未定。あ、未定らしいですね。なるほど。頑張ってください。というわけで、よかったらね、パンピチャンネルと共に、ピコピコチャンネルもね、見てみてください。それでは、バイバイ。